さあ最終決戦です。梅原さん対孫さんです。よし、いやこいつを倒すためだけにゲームやってますからね。おおねえな、ありますよ。さあチャンプどうですか、言われてますよ。はい、はい、そこはもう変わりません。はい、バトルポイント2位と1位の配信です。そう、これに勝った方が実用の全国何万人の1位と2位ですよ。うわー、ものすごいせいだね。いいイベントで言ってもいいんじゃないですか。なんかドキドキすんなこの間が。タイプとしては右側が上からくるくる回って攻めて、それをどう坂戸側が処理していくかって感じになるとは思うんですけど、これですね、そのなるわけです。お互い、お互い、おすごい、ダーマの打ち合いが、おぉ、おぉ、おぉ、うまい。レベル高いですね、本当に。相当無理ですよ、これ。しかし、まだ下がった側も一発がありますんで、ここから、まず全然わかんない。ああ、これ一発圏内ですね、もう両方お互いに。おお、さあ、これは決まった。すげえ、すごい。ドキドキするな、これ。すごい連続技が決まりましたね。もう一本取れば。わあ、見せてしまった。神がリードしますけど、またレイディー。今度は神が引き返しましたね。さあ、何でも方法ですね、プレッシュメントですね。まだ暗いですからね。さあ、これ、おぉ、エルボー落とそうとした時にですね、今確認してやってるんですよ。エルボー見てから分かってるんで、そういう出さなかったら食らっちゃうから。うわぁ、これは痛い。さあ、さあどうなるか。さあ、スタートが攻撃力が高いので、全然ワンチャンス。うわぁ、うわぁ、1位ジャンプの神の勝ち。というわけで本日の梅のソシャン祭り達人ガチンコ総決戦終わりましたけどね、はい、さあ結果どうだったんでしょうか。それでは10位の方から発表したいと思います。はい、10位から6位はこちら。皆さんよく頑張りました。キハコさん0ポイント。おー、キハコさん間違えてないですよ。ゼロってもう最初の何かに勝ったの。いや、勝ってないです。1回も勝ってないで、一番そうですよ。なんすだろう、なんで。あいつ、ミネさん5ポイント。5ポイントの総合に飛び付かったんですか。夜間から1ラウンド取ったんですね。そうか、このレベルしか勝てないんだ。マグさん13ポイント。オフィス来た、オフィス来たまで固めちゃいましたね。続けよう。次はソーシャルさんとアンノさん16ポイント。おー、ソーシャル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 、うちの番組よく出る人たちがここにいますよ。5位は大久保真理子。ハンデにも助けられ予想以上の健闘。19もポイント持ってたら1個ぐらいくれないよ。やっぱ俺ね、負けたのがね、痛かったんだよ。これ勝ったら違ったね。4位はトキド。リーグ戦後半の失速が無念。どうですか、関東は。い
やっぱ達人がみんな強かったんで。いやいや強かったもんね、いい戦いでしたよ。ザンギエフの戦いは良かったよ。3位は板橋ザンギエフ、対戦成績は8勝1敗だったが。ザンギエフさんと関係何回負けました？1回ですかね。ポイント差ですよ。ポイントね、結構やられちゃったけど、はい、実際に負けたのは1回。そうですね。それで3位で。最後に残ったのはやはりこの2人。リーグ戦を制したのは果たしてどちらなのか。何、孫さんに。やっぱりね、1位2位はもうね、さすが神と呼ばれる梅原さんですけども、ね、ゲームセンターでもだって210連勝。あ、はい、昔100円で14時間遊んだ男。そう、そんなにやってないですさあ、孫さん、いや、マジムカつきますね、これで、壁でしょ、ここが。そうですね、ここを越えたいわけでしょ。そう、てか初めての判定戦でちょっと大久保さんとやったのがちょっとあれかな。あ、結局そうでしたね。あ、それが小山なんですけど、はいはい、あそこちょっと取りこぼし的な。そうですね、まあ、でも神様に負けたのは、まあ、間違いないんで。直接対決でね。またなんか次の機会でね、また倒したいかなと。なるほど、これはすごいですね。そして最後に、ね、うん、総師範さんに今日にまとめをお願いします。今日まとめ、はい、まとめられるかな。さすが師範代任せる男でありますね。いや、こっちは総師範代。総師範、あ、総師範、やっぱりまだ上に君臨してる。まだ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 上が死んだら総師範任せられるのはこの男だよ。ハンデ戦とか面白かったですね。あ、やっぱり上級者もね、あの大久保さんのレベル5のハンデかなり厳しかったですよね。レベル5のハンデにライバル2楽しかったね。いや、これ面白かったですね、本当にね。面白かった。というわけで2回にわたってお送りしましたストリートファイター4最強王座決定戦、いかがだったでしょうかね。また次回もね、皆さん見てくださいね。というわけで、さようなら。